皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。不思議なことには裏がある、真実があるということでシリーズでお送りいたしておりますが、今日はまあ不思議といえば不思議なんですが、ご存知の通り10月の7日現地時間ですが、ハマスがイスラエルに5000発からのですねミサイルを撃ち込んだと、まあハマスの方の発表で5000発イスラエルの方で、言うのは、まあ、3000発ぐらいということなんですが、まあ、いずれにしてもですね、大量のミサイルをイスラエル本土に撃ち込んで、甚大な被害を出したということなんですね。イスラエルの方は、これはもう先制攻撃だということで、かつての日本の真珠湾攻撃と同じだと、まあ、こういうふうに、まあ、言ってるわけですね。確かに奇襲という点では同じなんですが、もう一つ非常に重要な、まあ、いわば本質的な部分ですが、もう一つ共通していることがあるんですね。それがまあ今日お話をするところのハマスのイスラエル攻撃はやらせであるということであります。このやらせという点で、日本の真珠湾攻撃と、まあ、共通しているわけであります。まあ、奇襲という点で共通していて、その裏に、まあ、隠された真実という点でも共通しているということであります。まあ、どういうことかと言いますと、イスラエルにはご存知の通りモサドという諜報機関がありまして、このエージェントはですね、ハマスが実効支配しているガザに大量に投入されてまして、民間人のような形を取ったりですね、いろいろな風に、まあ、中にはお医者さんもいますし、いろんな立場になってですね、ハマスの社会にイスラエル自治政府の内部に入り込んでですね、諜報活動をしているわけなんですよ。これはもう周知の事実ですね。知らぬはハマスばかりなりという部分もあるんですが、ハマスも二重スパイとしてですね、利用するということもあったり、まあいろいろなんですね。まあいずれにしても、イスラエルの諜報機関がガザに入り込んでいるということは事実なんですね。それから、もう一つはですね、ハマスのまあ、軍事行動というか、ハマスの行動というのはですね、もう徹底的に、この、監視されてまして、一番、まあ、大きいのは、アメリカに、アメリカは24個だったと思いましたが、アメリカは24個の監視衛星を、この地球の周りをぐるぐる回してまして、これがですね、まあ、道端にボールペンが一本落っこちているところまでですね、解読できる、解明できるという、非常に精度の高い、その監視能力を持ってるわけですね。これがですね、このハマスの行動を逐次、観察してですね、そして、イスラエルの方に情報を提供しているという、まあ、実際の事実があるわけです。で、イスラエル独自の諜報活動と、アメリカからのですね、軍事監視衛星の報告と、両方でですね、ハマスの行動というのは常にイスラエルによって監視されているわけであります。ハマスが言うように5000発のミサイルをこのイスラエルに向けて発射するということはですね、空気銃やライフル銃で撃つのとわけが違いまして、5000発のミサイルということになると、この発射装置からですね、そしていろいろこのミサイルを移動することからですね、これはもう密かにできる話ではないんですね。いわんやもう監視衛星にはですね、もう手に取るようにですね、ハマスの、この、イスラエルに向けての大量ミサイル発射作戦。これはですね、作戦が始まったところから発射するところまで完璧にですね、監視されて、イスラエルに報告されているわけであります。また、ガサにいるですね、モサド、イスラエルの諜報機関のエージェント、これもですね、このハマスの大々的な対イスラエル攻撃ですから、いくら密かにしてもですね、密かにできないわけで、諜報機関の方はですね、もうすべて把握しているわけであります。で、これはもう全部イスラエルに報告されているわけですから、何月何日、何時何分にですね、攻撃が始まると。
それから境界線を突破してですね、ハマスの軍隊が、イスラエルの、まあ、恒例のユダヤ教に基づくお祭りがあるわけですね。それをまあ10月7日にやっていたわけですが、そこへですね、ハマスの軍隊が攻撃をかけてくるということもですね、もう100も承知なわけなんですよ。ならばですね、イスラエルの国民の犠牲をこの最小限度に抑えるため、お祭りは直ちに中止せよというのがまあ普通なんですが、これはですね、知っていながら中止をしなかったということですね。この辺はですね、日本の真珠湾攻撃と同じなんですね。真珠湾攻撃は、いわばやらせでして、もう今になればですね、これは完全にアメリカに乗せられてやったんだということは、アメリカの公文書館で発表になった真珠湾に関する事実、これを見ればですね、誰にでもわかることですね。まあ、大本営から日本海軍にですね、新高山登れと言って、すなわち、ハワイに攻撃をかけろと。いう命令が出たわけなんですが、その、まあ、暗号文なんですが、新高山登れって言うんですよ。これが発せられた数秒のうちにですね、ルーズベルト大統領のところに、いよいよ、日本の空母から、戦闘機が、この発進して、ハワイの今、攻撃に移るために飛んできているという報告がちゃんと入ってるわけなんですね。で、受ける方の、アメリカの方なんですが、まあ、その日に限りですね、コーラウ山の、管制塔というのがあるんですが、そんな日本からですね、日本軍が、日本の空軍がですね、300機も400機も飛んできたら、もう一発でですね、引っかかって、迎撃を受けるわけなんですが、その日はですね、太平洋艦隊の司令官の命令で、このコーラウ山のレーダーはストップということになりまして、普通、まあ、アメリカの戦艦に水兵さんが何千人といるわけなんですが、日曜日になると、このオアフの方にですね、ワイキキの方に出かけて礼拝に行ったりですね、いろいろ時間を楽しむということで、それが恒例なんですが、この日に限り足止めなんですね。うん、この辺はですね、足止めされたというところは、ユダヤ教のそのお祭りが行われていると。そしてそれが攻撃されるということを知っていながらですね、このお祭りをやめさせなかったという点とよく似てますね。2000人から2000何百人のですね、兵士がこの真珠湾攻撃で犠牲になるわけなんですが、その最大の理由はですね、船から一歩も外へ出られなかったということ。そこを、真珠湾攻撃で日本の戦闘機爆撃機がですね、攻撃をして犠牲になったと、こういう点ですね。まあ、この2000人もの兵士が、その、犠牲になったということは、後々、アメリカの日本に対する宣戦布告にですね、大きな影響を与えるわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、この辺が似てるわけなんですよ。イスラエルの方はもう何からかにまでハマスの行動はもう全部承知の上なんですね。そして、何も防御しないで撃たすだけ撃たしたということ、これ真珠湾攻撃と全く同じなんですね。そして目的も全く同じなんです。真珠湾攻撃をですね、これを騙し討ちという形にしないと、奥村勝蔵という吉田茂の子飼いの部下で、当時、ワシントン日本大使館の一等書記官で、彼はですね、宣戦布告書を真珠湾攻撃が行われる1時間前に国務省に届ける、そういう義務を帯びていたわけなんですよ。ところが、吉田茂の、まあ、命令というんでしょうかね。によってですね、1時間前ではなくて1時間後に国務省に最後通告を持っていったわけですよ。これで完全に騙し討ちになったわけですね。この騙し討ちということがですね、後々どんな影響を与えたかということを考えたらですね、もう大変なことなんですが、ちょうどイスラエルはですね、ハマスの攻撃を甘んじてですね、受けると。何の防御もしないでですね、好きなようにイスラエルに攻撃をさせたと。この辺はですね、アメリカと同じなんですね。そして目的も同じなんですね。まあ、アメリカの国民というのは、親日派が多くてですね、日本に対する、その開戦、賛成か反対かということで 90% が反対してたんですね。で、これが騙し討ちになったために 93% が賛成。対日参戦に
賛成ということになって、新日勘定を持ってた人は新日憎をですね、憎悪勘定に変わるという、これぐらいのその違いがあって、そしてまた米軍のですね、日米開戦になると同時にですね、米軍の兵隊の士気ですね、これがこの騙し討ちということで向上するという、まあいろんなことがあるわけなんです。で、今回のハマスのイスラエル攻撃を甘んじて受けたということで、これはもう騙し討ちだと。そしてイスラエル政府は想定外のことであったと。まあよく言うよと言いたいところですが、まあそういうことにするとですね、国際社会から同情を、まあ、得ることができるし、またハマスに対する国際社会のですね、嫌悪感というものも高まるということなんですね。そうすることによって、イスラエルが、目的としているハマスを全滅すると。ガサに、その、ガサを実効支配しているハマス。これを全滅させるためにはですね、ガサに、空爆だけではダメで、やはり地上部隊がガサに入り込んでですね、そして、ハマスを壊滅するということになるんですが、そのためにはですね、民間人の犠牲が出るということなんですね。まあ、ガサには200万人ぐらい人が住んでるんですが、北部にいるですね、110万人ぐらいの人にですね、南部に移動するようにと。これからイスラエルはですね、占領、上陸して、占領作戦を取るということ、これをまあ宣言しても当然なんですね。1日や2日で100万人の人間がですね、移動できるはずがないんで、そんなことはイスラエルは100も承知なんですね。100も承知でありながらそういうことを言うということはですね、国際社会からいろいろ非難を受けるということは初めから計算の上なんですよ。で、そうすることによって、まあ、今度、バイデン大統領がイスラエルに行くわけなんですが、その協力を得て、バイデン大統領も決してですね、この、上陸作戦に、陸上の作戦ですね、陸上の侵攻ですね、これを止めることはなくですね、これから支援するという立場を取るわけなんですよ。ところがですね、上陸作戦、陸上作戦を取ると犠牲が多くなりますから、それはもうイスラエル計算の上で、今度はですね、こうやろうと思ったのに国際社会の意見を聞いて、こういうふうにしますという言い訳をしながらですね、少し時間をかけてハマスを壊滅するという、こういう計画を元から持っている。そこへですね、イスラエルが譲歩してそうしたんだという形で壊滅しようという作戦であります。これはやらせ以外の何者でもないというお話であります。